平成29年10月7日、阿蘇市並野にある道の駅並野神楽園で、第26回神楽フェスティバルがあり、大勢の観客で賑わいました。神楽フェスティバルでは、まず、並野小学校子ども神楽部の児童たちが、ヤマタノオロチを退治して櫛灘姫を助け出すという、ヤグモ払いを元気よく舞いました。続いて、同じ並野小学校子ども神楽部の児童が、神楽の舞い始めに舞う御法霊詩を披露しました。この神楽フェスティバルは、古くからここ並野地区に神楽が伝承されていることから、神楽で地域おこしをしようと、地元の神楽保存会や市などの実行委員会が毎年この時期に開催しているものです。今年の神楽フェスティバルには、地元からは、並野小学校、並野中学校、そして中江、横堀の両保存会が参加し、また大分県からも合わせて8団体が出演しました。横堀岩戸神楽保存会が披露した天の締めは、スサノオノミコトが高間ヶ原におられる天照大神に挨拶に向かう様子が描かれ、神楽師がおよそ10メートルの青竹に登り、持ち投げを行いました。昨年までは2日間行われていましたが、今年は夜神楽も楽しんでもらおうと午後9時まで行われ、暗くなると神楽のスライド上映もありました。会場周辺には食べ物などの出店も並び、観客たちはお腹も満たしながら勇壮に回れる神楽を見物していました。